こんにちは、アリスです。今日は神楽坂にある毘沙門天に来ています。毘沙門天全国寺は徳川家康の命を受けて1595年に創建されました。御本殿の左側に柄杓で水をかける菩薩像があります。身代わり菩薩様と言われ、菩薩像に水をかけて自分の体の悪い箇所を洗って拝むと、菩薩様が身代わりをしてくださり、悪いところが良くなるそうです。毘沙門天全国寺は、狛犬ではなくて石虎なんですね。安山岩製の虎の石像で、左が85センチ、右が82センチだそうです。1848年に奉納されました。石虎は都内でも珍しく、新宿区では唯一ここだけだそうです。御本殿の中に木彫りの毘沙門天像があります。こちら普段は見ることはできないんですが、お正月、5月、9月の虎の日にはご開帳されます。毘沙門天は七福神の一人として開運厄除けに御利益があります。出世稲荷があったみたいです。ちょうど神楽坂を登ったところにもあり、横には公園もついていますので、ちょっと一息つくのもいいかもしれません。新宿区神楽坂にある毘沙門天、アリスがお送りしました。